は？ With？ え、超簡単じゃん。一緒にでしょ？なんて油断していると。あー、どれどれ。書いてくださいでしょ、君の名前でしょ、一緒にでしょ、何と鉛筆。え、なんでだろう。変なの。書き書き提出。どうも、韓国にすごく普通の韓国人、ガチャンです。いつわからない人なんていないでしょう。ってくらい身近な単語ですよね。え、一緒にってことでしょ。はい、確かにそう使われることが代表的なのですが、こちらも残念なことに認識が一緒に止まりだと、あとは大変なんですね。なんで怒ってんの、私と一緒に。どういうこと。まあ本来簡単な単語ほど使い道が多くて、辞書にはびっくりするほどたくさんの意味が載ってたりするわけですよ。 With だって一緒にと習っただけで済ませてしまうと、きちんと理解できる文章は全体の中のほんの1、2割に過ぎないという恐怖が待ち構えてるんですね。 1,2 割と驚かれそうですが、それもそのはず。だってイズの用法、一緒に以外での使われ方でざっと分類してみても、道具、所有、対立、結果、原因、目的、態度、参加、比較、処理、同時、かかり、軽く10個超え。その気になればもっと細かい分類もできそう。これを真面目な人だといちいち全部覚えなきゃ、水が道具という意味を持つパターンはって感じで、いちいち暗記しようとしがちなんですよね。もう大変じゃないですか。無茶な話ですし。というわけで、救世主ガッチャンがこれらの膨大な意味をなるべく一括りに理解できるイメージを今回も悩んだ末に練り出してまいりました。そのイメージは、といきなり公開するではなく、今回はちょっと順番を変えて、もうスタート地点から順を追って説明していき、後半にて With のイメージ画像をお見せしたいと思います。目標としては、この動画を見る前と見た後とでは、皆さんの With をお相手するイメージが180度とまではいかなくとも、結構な変化が現れるようにとかなり工夫してみましたので、おそらく今までもこれからも With の概念に関してこんだけ喋ってる動画はありえないだろうってくらいの意気込みです。てなわけで、今から With の持つ概念への流れというものを一つずつ紐解いてまいります。早速ですが、先に With の概念を一言で定義してしまいますと、関係です。ただし、そもそも前置詞ってもの全般が前後の単語の関係としての役割じゃないですか。そう考えると、全ての前置詞を関係と定義したっていいわけで、じゃあ With の表す関係とは一体どんな関係なのかと、意外なお話からいたしましょう。実はですね、 With を語源まで遡っていくと、意外なことに語源は一緒にではないわけですよ。一緒にどころか分離の状態なんです。一緒にどころか幅を表す wide と共通の語源からスタートしてるんです。そう、始まりは一緒にじゃないという衝撃。互いが分離された者同士という状態がまずあって、そこからスタートなんです。その分離された何か同士からスタートして近づいた図、それこそが With の関係の始まりなんです。近づいたんです。すると、近づくとどうなりますか。近づくことで何らかの関係が生まれますよね。それは良い関係の場合もあるでしょうし、悪い関係の可能性もあるわけでしょう。だからです、 With という前置詞が必ずしも良い関係を表すわけではない理由。そして、近づきましたね。近づいて良くも悪くも関係が生まれる中で、関係が近いと人間同士ならば甲乙というか支配関係が生まれたりもするじゃないですか。そうですよね。そしてこれが人間同士ならば甲乙関係ですが、物ならば支配関係ということは保有ということになるわけですよ。持ってるってこと、つまりはそれを使える関係になるということ。だって物を保有するってことは、それを使ったり処理したりできるってことじゃないですか。と
いうことはですよ、人と近づいて何かしらの関係を結ぶなり、物を掴んで使ったりするってことは当然のことながら、同時性がそこにはあるわけですよ。当然ですよね、その相手と一緒にいたり物を扱うってことは、その対象と同時の時間を共有してるってことなんですから。だからです、だからこそ with に同時にという意味が存在するんです。はい、大まかな流れが伝わりましたね。以上です。今ので道具所有対立結果原因目的態度参加比較処理同時関わりすべて説明し終えました。ざっくりとでしたが、今のにおよそ全部入ってるんですよ。そう、この10通り以上の意味が今の大きな流れからの派生の結果なんですよ。もう一度言いますよ、もともと違う存在同士が近づくことにより良いなり悪いなり関係が生まれて、人なら支配関係が出来上がったり、物なら所有利用処理の道具という使い道が生まれ、もしも対象が抽象的ならば原因や結果目的態度などの関わりを持つ、そしてその関係の全ては当然同時に起こっている。これこそが with にたくさんの意味が生まれたざっくりとした大きな流れだったんですよ。のより細かい枝分かれは訳の仕方だとかシチュエーションによって流動的に分類されるだけなんです。という大きな流れを紹介したところで、お待ちかね、これらを一つのイメージとしてくくってみたわけですよ。 with の文章内でのイメージはこうです。文章内の with を脳内でこう変換すると大体納得がいくんです。しもありとあらゆる例文で試してみましたが、どれもこのイメージの許容範囲に収まりました。ちなみに先に言っておきますが、手で掴んでるという文章を使うんじゃなくて、こういうイメージというわけですからね。掴んでるイメージってのはすなわちそれだけ近いという意味としても、そのイメージ的には含まれてあるわけですからね。文章内のウィドを頭の中でこのイメージに置き換えてみるわけです。私食事をしたんですよ、近くにいるイメージ、これが友達だから、友達と近くで、すなわち一緒に食事をしたってことですよね。まあ、でもこれは最も一般的な with の一緒にという使われ方だから、イメージ変化とか大して必要なさそうじゃないですか。でもこれですと、彼はいつも喧嘩してたんですよ。一緒に彼の兄弟とだと、まるで彼の兄弟は味方で、喧嘩してた相手は他にいるように感じますよね。確かに場合によってはその意味とも取れるのですが、実はこれ、こっち側が喧嘩の相手である場合が多いわけでして、そのややこしい判断に関しては前後の脈略やその状況によって判断するしかありませんが、とにかく with ってのはこのイメージなんですよ。いや、もう喧嘩の相手の場合にはもはやこのイメージですね。胸ぐらをね、だってほら、喧嘩の時に一番近い相手っていうのは本当に一緒に戦ってる味方か、もしくは当然戦ってる相手、敵ですよね。両方の意味で取れるけど、結局そういうこと。だからこう書かれてたら、前後が喧嘩的なニュアンスだと大概はウィズをこのイメージで考えるわけですよ。フランスとの戦争ってわけですね。この調子で脳内イメージ変化どんどんいきましょう。鏡をきれいにしてね、モップと一緒に。いや、普通に考えてモップを使えってことでしょう。そう、このイメージ通りで OK なんですね。少年は泣いたんですね、このイメージ。痛みを持ったから、痛みに近づいたから。ちなみに意味さえ通じればイメージの解釈はご自由に。要は痛くて泣いたってこと。これもイメージ通り。問題とあなたとがこんだけ近いのですから、あなたどんな問題と近いの、すなわちあなた何か問題でもってことですね。私は同意ですよ。で、このイメージだから、あなたに同意、おっしゃる通りですってことですよね。フィールドが覆われてるんですね。雪と一緒にじゃなくて、このイメージ通り雪で、マリは雪に覆われてるってことですね。この通り、脳内で with をこのイメージにさえ置き換えれば、十何通りの訳し方のパターンをイディオムで無理して覚えずとも、このイメージで理解した通りに、あとは綺麗に訳さえ作ればいいのですから、一緒にに囚われて頭を抱えなくて済むわけですよ。ちなみに同時性ってのもそうです。私はお金がないんですよ。 with をイメージ通り脳内変換すると、物理的に私と近い位置にお金がないってことなんですから、そう、今はお金を持っていないって意味になるわけです。
この文章にもしも with me がなかったら単に普段からお金のない人だよねという印象になります。物理的に私と近くにという with がくっつくことで、あ、今はないのねというニュアンスになるわけです。全然違うでしょ。これが with の持つ同時にという含みなんですよ。それともう一つ、 with のことをにもかかわらずと訳することがあると習ったことないですか。それはこの同時性に含まれるんです。もうこれすらもイメージ通りに理解できちゃうんですね。彼の富を持ってるイメージですね。それに続く、彼は未だに満足できないという文章だから、彼の富にもかかわらずという解釈になるわけです。へえ。じゃあ要は全部一緒にいるイメージじゃんと言われればその通りですが、一緒にという文字として和訳してしまう習慣がある人はこの脳内変換のイメージ一度試してみてください。例文を見れば見ていくほど、なるほどこれは便利というのがじわじわ分かってくることでしょう。とりあえず皆さんの思考が with は無条件で一緒にであるという思い込みから分離されただけでもかなり大きな前進だと思います。そして極めつけ、この with の大きな流れが分かったことにより、他の前置詞との比較がすごく実用的に理解できるようになるんですよ。例えばですが、前置詞を選ぶ上でよく、どんな時に水でどんな時にどれどれなのって悩みあるあるじゃないですか。例えばガレージ付きの家とか表現したい時に、月のだからつながりの前置詞オブじゃねと考えれそうじゃないですか。前置詞のイメージも互いに似てるから、どれをどんな場面で使い分ければいいのと悩む羽目になるわけですが、 with と of との概念の区別がついてるとどうってことないんですよ。こんな時にはこう考えればいいわけです。 of ってのはですね、確かにつながっているのですが、それ同士を切り離してしまうと少なくともその文章内では崩れてしまうんです。意味は、例えばこのイメージです。これ切り離したらもうモネの絵じゃないでしょ。そう、基本的にこういうつながりなんです。オブの前後を切り離したら少なくともその文章内では価値自体が変わってしまうわけですよ。絵画とモネとを切り離してしまうと、モネの絵としてのアイデンティティが崩壊してしまう。地図のインドを切り離してしまうと、その地図のインドとしてのアイデンティティが崩れてしまう。これがオブの概念だ。一方、ウィズでもこうです。近い、掴んでる、保有してる、使ってる、せいぜい支配下にあるってイメージなだけなので、それを切り離しても存在感が変わる気はしないんです。だからこういう表現では with を使うわけですよ。ドラゴンのタトゥーは確かに大きな特徴ではありますが、それがなくても少女が少女じゃなくなったりはしないでしょう。黒の髪なんかあってもなくても少女自体のアイデンティティがとりわけ変わるわけではないでしょう。その特徴がなくなってもそのもの自体の機能が変わるわけではない。そんな案外あっさりとした結びつき、だからガレージ付きの家をこう表現するわけですね。ガレージがあってもなくても家という自体の機能が変わるわけではないのだから、こういった互いのイメージをもとに場合に応じて with やら of やらを使い分ければいいわけです、みたいな話がまだまだ山ほどありまして、今の of はほんの味見なだけですよ。 of とは比べ物にならないくらい with といっても比較されるバイトの使い分けに関してもかなり面白い話がございますし、 with と同じく支配的な意味を持つ of との使い分けも分析するとこれまた面白いんですよ。おまけにこれも知っておくと一層理解が深まるのがとの違いです。知ってしまうと面白い上に役立つという一石二鳥な、これらの内容は Vimeo にて続きをお話したいと思います。最近 Vimeo の内容がやたら濃くなってて若干変態の域にまで達してると大層評判ですが、今回もおそらく目から鱗の内容間違いなしでしょう。そして YouTube 組の皆さんとは来週、今年最後のアップロードですよ。12月最後の週、紹介すべき前置詞も残りわずかとなりましたので、おそらくかなり大変な作業にはなりそうなんですが、この辺でちょっと今年扱った今までの前置詞をざっと一通りおさらいする総集編の時間を設けてみようかと思います。復習には持ってこいですね。こうご期待。
まあ、今週だってちょっと頑張りすぎたせいで動画が少々長くなってしまいましたが、いやむしろこの時間でこのくらい収められただけでもウィズにした自分大したものだと思ってます。そんだけウィズってのが膨大でそれだけ奥の深い単語だってことですよ。それはそのはずだって関係の前置詞ですよ。膨大でないはずがない。人間の生活に切って離せないのが関係ですからね。人間の抱える悩みのうち大多数が人間関係という統計もあるくらいですし、それは近年だと嫌われる勇気ってのワードも流行っているらしいのですが、しかしながら関係というものの中には嫌われると本当に困る人間関係だって人によっちゃ存在するわけですからね。あれ嫌われてもいいっていうのは相当の勇気ですよ。ただしこれは確かにありますね。誰に対しても誠意と配慮を常に払うべきだけど、それでも嫌われたとしたら、そりゃもう知らんがな。あの有名な古畑任三郎氏がこんなことを言ってましたね。誰かに嫌われてる気がしますか？ならばご安心ください。その人は高確率であなたのことは嫌いですってね。そんな時にはもう仕方ない。そんな時にも好かれようとするほど逆効果だって。逆に我々だって特に妥当な理由もなく人を嫌ったりするじゃないですか。悲しいですがそれがごく自然な現象なわけで、自分は嫌ってもよくて自分は嫌われちゃダメって、その考え方の方がよっぽどやばいでしょ。嫌いだからって嫌われるからって間違いじゃない。違いなんだと、この人が違うんじゃなくて私と違うのだと、ってことを今回のウィズって単語が教えてくれたわけです。なぜ関係を代表するウィズの語源が分離なのかを思い返せば、違いを認めることがどれだけ関係にとって大事な要素かってことです。そうでしょ。他人を変えようなんてどれだけ無茶な話か。どう考えたって他人を変えるよりは自分の考え方を変える方が早いのだから、他人の関係がこじれたらすっぱり諦めるのが最善。そうはいえどやっぱり人間関係うまくいってると気持ちいいものですよね。充実感が半端ない。それを尊く思うのはやっぱ素敵なことだから大事にはしましょうよ。でもいつでもどのタイミングでもいくらでも変わるものだってことは心の片隅で認めておきましょう。思い返してみればどう足いても移り変わるのが人間関係だったじゃないですか。どんな形でも離れていけるのが人間関係だったじゃないですか。そんな中で決してあなたを離れなかった人がいたじゃないですか。そう、自分自身。あなたの人生はその人のためにあるのだから、その人のために